モハーベ砂漠カリフォルニア州、エミグラントパス山の南東に広がる領域クリップ、カリフォルニア州など4州にまたがる、ハイウェイ95号線の南モハーベ砂漠は、アメリカ南西部のカリフォルニア州、ユタ州、ネバダ州、アリゾナ州にまたがる砂漠。面積は3万5000平方キロメートル以上。テハチャピ山脈、サンガブリエル山脈、 サンバーナディの山脈が西と南の境界になっている。標高は1000から2000メートル程度で、年間降水量は150ミリメートル以下である。モハーベ砂漠は、モハーベ国立保護区による考えで、アルファルファが栽培されている。他の砂漠同様夏は暑いが、冬は寒く、雪が降る場所もある。干上がった川底を道だと思い込んで、ドライブを楽しむ人々もいるが、 砂地が少なく岩盤が剥き出しのこの砂漠で雨が降れば雨水は地面に吸収されずに水かさが増加して川に集中 10km 以上離れた場所の集中豪雨が原因で鉄砲水溶かすことも少なくない。モハーベ砂漠には多くのゴーストタウンがある。また航空会社が手放した旅客機が買い手が見つかるまでストアされる場所である。 モハーベ空港があることでも知られている。この空港は、一方で、買い手が見つからずこの地で解体されるものも多いことから、旅客機の墓場とも言われている。また、第二次世界大戦中、大部分の日系人が収容されていた、強制収容所の一つである、マンザナール収容所も、この砂漠地帯の中にあった。映画、バグダッドカフェの舞台としても知られる。映画、世界侵略。 ロサンゼルス決戦の終盤で、臨時作戦基地として登場した。またベセスダソフトワークスのゲームソフト、ホールアウト、ニュー、ベガスの舞台でもある。モハーベ砂漠にある都市は、ビクタービル、バースト、パームデール、リジックレスト、ニードルズ、ラスベガスなど。アップルが開発、販売しているマッキントッシュの OS、MacOS の2018年バージョンである。 MacOS m o j a の名前の由来にもなっており、標準の壁紙もモハーベ砂漠となっている。ありがとうございます。